株式会社とチギテレビは栃木県を放送対象地域としテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はコールサインジョギーリー TV からキーと愛称は土地テレとチギ TV。現在は愛称の土地テレが主に使用される。日本国内の地上アナログテレビ放送では この坪根が事実上最後の新規開局となった。栃木県唯一の県域テレビ局で、本社は栃木県宇都宮市にある。設立の経緯もあって、栃木県庁舎を改修し使用しており、中条街道沿いにあり、栃木県警察本部に隣接する。栃木県における県域テレビジョン放送については、県域中派放送局の栃木放送が開局当初より、 県域テレビ県営を目指し、ラジオ開局後すぐに、テレビ放送免許を最初に申請したが、その後在京キー局関連の16社も免許申請を行ったことにより申請の一本化調整が滞り30年、近い月日が経過してしまう。1996年10月に、県財会主導で開催された最終調整会議において、県などの要望に応えて、他社とともに申請を取り下げ、 栃木放送は単独でのテレビ放送を断念。その後栃木県外の資本に頼らない、オール栃木体制を唱えて1996年12月、同県や経済界などを中心に準備委員会が発足し、第三セクター方式での開局へと進んだ。こうした経緯もあり、栃木県、栃木県市長会、栃木県町村会の3社で34%の株式を保有しており、 県域市の下付新聞社が大株主になっている以外は既存メディアが大株主として存在しないという日本の地上波テレビ局においては珍しい経営形態となっている。CRT とは同社の子会社、土地っぱなしエンタープライズを通じて番組制作面での提携関係にあったが2011年12月経営資源の効率化を目的とした栃木放送の子会社化が 臨時取締役会で正式決定。両局で報道や制作、営業等での連携が行われている。栃木テレビにレギュラー番組を持つお笑い芸人の有事工事がキー局の番組や漫才のネット内で栃木県や栃木テレビの話題を良くしていたため、栃木テレビと栃木県を盛り上げてくれたとの理由で金一風と表彰状を送ったことがある。企業、団体は 当時の名称。出展2003年3月31日、開局当初に使われた TTV ロゴの看板が残っていた本社デジタル放送のリモコンキー ID は3。かつてのアナログ放送は個々の世帯によって違っていた。は垂直変化2011年7月24日、低波時点フリー、事務所所属アナウンサー含む、局サイトでは 他の番組出演者と区別なく紹介している。2005年12月1日に親局である宇都宮送信所において地上デジタル放送が開局したがハイビジョン対応機材が十分でないためデジタル放送開局特別番組は SD 制作で4、3のアップコンバート放送だった。以前はハイビジョン制作番組は他の有局と比べて非常に少なく 2010年7月5日のアナログ放送全番組へのレターボックス、挿入開始後もほとんどが4、3の SD の額縁放送であったが、2011年2月21日より、スタジオがハイビジョン化され、4月にはほとんどの番組がハイビジョン放送に切り替わった。また、スポーツ中継なども7月2日の栃木 SC、ホームゲーム中継を皮切りに、ハイビジョン化された。また、 2011年2月21日のスタジオのハイビジョン化に伴い、ローカルニュースもハイビジョン化されたのと同時に、自社取材での新たなニュース素材もようやくハイビジョンで放送を行うようになった。自社制作以外の番組で、ハイビジョン制作のものについては、マスターの設備上アナログ放送では、レターボックスが挿入されていた。ワンセグ放送は2008年3月から、 試験放送を開始して4月1日に本放送を開始した。ワンセグのチャンネル名称は栃木テレビ携帯。かつて映像によっては荒い駒送りになることもあったが2010年4月からはほぼなくなった。同年7月1日にはデータ放送が開始されたがワンセグのデータ放送は栃木県の高校野球特設サイトへのリンクのみが 提供されていたため実際に本放送を開始したのは9月1日である。アナログ放送が終了するまでデジタル放送においてはハイビジョン制作の番組でもハイビジョンで放送されていないものもあった。CM 用のハイビジョン設備が整っていなかったためハイビジョンで制作された CM はすべて額縁放送になっていたがワンセグ放送の画質改善と時期を 同じくして2010年4月から CM もハイビジョンに対応した。局のデジタル化推進のキャッチフレーズは、広がる、広げるデジタル、歌詞もある。2007年1月6日、1月8日の第85回全国高等学校サッカー選手権大会の中継放送で、と、地議テレビでは初の5.1サラウンド放送を実施した。 2011年2月21日からウォーターマークの表示を開始した。チャンネルは31.032の2つがある。2011年7月4日から8日には初のマルチ編成を実施し、通常番組、テレビショッピングの裏で03 2チャンネルを使用し、過去の夏の高校や球県大会決勝を放送。情報、ニュース趣味。 エンターテインメント音楽スポーツその他の番組テレビ朝日系列富士テレビ系列その他長いリストのため非表示になっています。右の表示をクリックすればご覧いただけます。NHK 日本テレビ系列ほかテレビ朝日系列ほか TBS 系列ほかテレビ東京系列ほか富士テレビ系列ほか j t s ほかその他ありがとうございます。